渡辺くんお待たせ。おはようございます。おはよう。ウィクトリー。ウィクトリー。エッセー。ウィクトリー。エッセー。調子どう？収支の方が45,000円ほど。あ、そう。プラス。そんなに。はい、出てます。うん、まあ悪くないね。はい。うん、でも、はい、本当だったらもうちょっと欲しいかなっていう感じはあって、やっぱうちのグループだとやっぱ1ヶ月にやっぱ10万とかが目標。1ヶ月10万。にはなってくるんだよね。でもまあまあまあ最初だからさ、はい、でも実際その4万だとマイナス金利にもなっちゃうから今後は、マイナス金利、うん、あ、まあその利子の方が多くなっていっちゃう。まあまあそれもおい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 でいいんだよね。利子おい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 の、なんか先日もおっしゃってましたよね。何が、何がいやいや、あれ利子が、あ、まあまあまあそれは本当おいおいの後々だから、おいおいの後々だから、まあ、それは今気にしなくていいよっていう感じで。渡辺くんはさ、負け組と勝ち組、この線引き何か分かる？ちまちましてるからつまんない、うん、飽きちゃう、はい、でやめたい、はい、これはもうかんないんじゃないかって離脱する人多いんだよね、はい、でもこれって勝ち組はコツコツを毎日続けるんだよ、はい、負け組っていうのはもうこれでやめちゃうから、勝てるやつと負けるやつってここで決まっちゃうんだよね。だからまさに今渡るくんがいるのって勝ち組と負け組のこの境界線にいるわけよ。渡るくんはどっち側に行きたい？もちろん勝ち組だよね。ってことは続けないと、もうちょっと頑張って。そうだね、はい、だから本当にそこだけはあの、まあ、頑張っていただきたいっていうところ、はい、これからもうちょっともっと不安に陥ったりすることもあると思うんですけど、はい、絶対一人で溜め込まないというか仲間に相談してもらいたいと思う。あ、じゃあなんか心配事というか、うん、なんかあったら人さんに電話してもいいですか？そうそう、いつでもして。本当にいつでも本当にバックアップする。 ありがとうございます、うん、だってもう本当に君がいなくなったら僕らもね、はい、困るから、うん、君がいると助かるから本当にね、はい、頑張ります。期待してるっていう意味からね、はい、いい意味で、はい、いい意味のね。わかりました。じゃあ何かあれば須田さんの方に電話しますので、うん、これからもよろしくお願いします、よろしく。じゃあちょっともう僕次の、はい、あれあるから、はい、疲れね。差し入れがましですが、え、あのちょっと駅まで送ってもらえませんか？駅まで？お、いいよいいよ、いいんですか、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、うん。人さん来ないな。ん？なんか、ん？あ、あれ？この車？え、人さんめっちゃすごい車ですね。渡辺くんどうぞ乗って乗って。え、メルセデスベンツ。全然気にしなくていいから。え、これ、え、うん、すごいですね。え、いや本当に全然気に、早く乗って。はい、あの口とか汚れてたら本当にちょっとちゃんと拭いてね。あ、なんか後ろに人がいるんですけど、この方は、ああ、彼、うちのグループの子だよ。ああ、はじ、うん、めまして、よろしくお願いします。渡辺くん初めて？あ、初めて。お願いしました。紹介するよ。はい、セポー君っていうか、セポー、ね、フィリピンから来てて、はい、日本で頑張ってね、あの出稼ぎに来てるんだけど、はい、4年くらいやってんじゃないかな。4年ですか？もう蔵が立ってるよ。え、すごい稼いでるんですね、セポさん。アムウェイより稼げるぜ。いや、使え。あの、渡るくん、はい、フェラーリって興味ある？フェラーリですか？あ、フェラーリ、フェラーリなんてもう目と鼻の先よ。もうセポーくんもね、この間買ったばっかりだもん、ね、はい、3代目。そう、3代目で、僕もね、この車もうかれこれ4代目かな。4代、全部ね、ココモ法で買ったんだよ。全部ココモ法で、うん、ココモ法で車って買えるんだよね。なんか刺激的に思うでしょ、はい、これがもう普通になるから、僕たちのグループみんなね、こんな感じだから。いやー、すごいですね。決して贅沢な暮らしじゃないんだよ。出地肉林、出地肉林、そう、とんでもない日本語覚えてますね、セポーさん。一番好きな言葉それだもんね、出地肉林。いやー、これ日本に来ちゃいけない人来ちゃいましたよね、これ。彼なんてね、本当に優秀だったから、渡辺君も絶対できるから。はい、頑張っていこうよ。はい、頑張ります。ね、渡る、はい、しとくんが、はい、渡るくんのこと褒めてたよ。あ、本当ですか？言うなよ、そういうの言うなよ、セポ。ダメだって。ちょろいって。ちょろい、ちょろい、あ、いい意味で、いい意味でね、いい意味で、あ、いい意味でちょろい、ちょろいがいい意味、ポジティブな方のやつ。あ、ポジティブなちょろい、ちょろい、そうそう、勝った、そう、セポ、歯車、セポくん後で粛清ね。
はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、わたるです。ちょっとさんと面談してもうちょっと頑張ろうかっていうところで、まあ確かにかけてなかったレースとかも結構あったんで、そういうのをちゃんとやっていけばもっとね稼げてたのかななんて思い始めてんで、ひたすらかけていこうかなと思ってます。かけてかけてかけまくる、そしてどん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 稼ぐ、これです。 Time is money ということでね、今日はガチガチレース検索出てきたやつをどんどんかけていこうかなと思います。一気にねプラスになっていくグラフをぜひご覧ください。はい、おはようございます、渡辺です。昨日はですね、なんか調子悪いなって思って一回もデキ中できずに終了したんですけども、本日検証11日目やっていきたいと思います。昨日の続きからなんで、もういきなり3900円からスタートという形で、頑張っていきたいと思います。しました皆さん、本当長らくお待たせしましたよ。とうとう更新しました、最高連敗、現在12300円のターン、新世界マンバルのお時間です。いやー、これを待ち望んでいた方が少なからず1万人はいると思います。いやー、ぶっちゃけかけてる僕もそこまでドキドキしてなかったんで、ただやっぱここまでの金額になってくると、もう今心臓バグバグですね。はい、ああ当たってほしいよね。さあ頼むよ、逃げてくれ。まず124124124だよ、注目は124だよ。皆さん、視聴者の皆さん、さあ、うわあ、ちょっと2位遅れてない、大丈夫か。まあ持ちこたえてるけど、ちょっと3に覗かれてないだな。でも周り白が残ってるよね。あ、良さそう。あ、1大丈夫、ドタバタして2伸ばせ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 、いいよ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 、そこ、そう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 、そこに引き目に食らわして、オッケー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 、4、4引こう、4、あ、4を刺せばいいのか。あ、上行った、それはまずい、3に刺される。あ、でもまだまだまだ、うち行ったね、うち行ったね、いいね。あ、それはまずい、どんぐらい場所になるよそれ。あ、抜かせ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 、3が引き波食らってドタバタしない、うまいな。くそ、マジか、マジかよ、嘘だろ、止まれ3、止まれ、止まれよ。なんかキャビって、こんなことあんまり言わないけど、キャビって、無理か、やばいね、12300円外しました。え？っていうか一番人気になってるし、ニーさん、マジか、なんで？ちょっとスクショ時間まで出てるね、スクショパッと今出しますけど、1分前に買ってるんですね。まあ、1分前というかもう30秒ちょい前ぐらいに買ったんですけど、その時124一番人気だったんですよ。123一番人気だったんですね。はぁ、神のいたずら、不合のいたずらだね。それだったらもっといち早く123にさ、不合さんかけててくれよ。もしもし。どうした？ハロー。ちょっと相談がありまして。おうおう。
でさ、先日、うん、もっと頑張れば稼げるよっておっしゃってくれたじゃないですか。うん、そうだよね。頑張ってる？そうで、いや、頑張ろうって思って意気込んでちょっとかけ始めたら、うん、4万5千ぐらいあったプラスが今すごいよね、やっぱり4万。まあ、もうちょっとだけだねでも実は今あの、うん、20連敗して、うん、20万になった。あ、ごめんなさい、違います。違います。あの、人さんごめんなさい、違います。え、あの、え、20連敗しちゃいまして。え、20連敗？はい。あ、マイナス？え、ま、前のはマイナス3000円程度なんですけど、プラスがあった分で、ここから次がもう1万6400円とかかけ始める。どうすればいいんですかね。いや、まあ引き続きやるしかないよね。でもそれは、あ、やっぱそうですよね。まあ、正直ちょっと今俺も忙しいっていうところもあるから手短にになっちゃうんだけど。忙しいんですか今。うん、ちょっと今海外に。海外にいるから。え、どちらにいらっしゃるんですか。あ、今アメリカカリフォルニアに行ってさ。カリフォルニア。うん、こっちの方でも事業をやってるからちょっと忙しいっていうところはあるんだけど、はい、前で渡るくんまだ始めたばっかだから僕もね、はい、積極的にサポートしていきたいと思うから、はい、国は違えどやっていこうかなと。国境を越えてなんて言ってはは、うん、もう全然安心しても国境を越えてサポートの力は国境を越えて渡るくんのところへ届くから、はい、うん、安心していただいていいから、はい、で、なんだって今20連敗って言ってたね。はい、次が16,400円かける、うん、うん、なんで、でももうやるしかないからね。一度走り始めたものだから、はい、一時のマイナスっていうのに怯えないで進んでいただきたいなというふうには思うよね。10回ぐらいはいけるから。そうですね、まあ、10回いったらもうあの全部なくなっちゃうんですよね、うん、そうそう、まあでもその間に必ずや結果が出るはずだから信じてもらって。はい、わかりました。大丈夫、安心して。ちょっと自信がつきました。いいかなこの辺で。ちょっと僕も今から、あ、すいません、サンタモニカの方でちょっと遊ばないといけないから、はい、遊ばないといけない。あ、ごめん、あのミーティングのことをね、あのプレイっていうね、英語だとね、あ、で、まあ、遊ぶって直訳ごめんしちゃったんだけど、うん、まあ、仕事ということでやらせてもらってるから。あ、わかりました、うん、すいません、お忙しいところでお電話かけて。いやでもね、渡るくんのことだから、はい、ね、まだ始めたばっかだし、最初の1ヶ月はこうやって無料でサポートもしていくし、はい、まあ、もうちょっとこれ以上になってくると、まあ、ある程度っていう形にはなるんだけど、今はね。また何か進捗というかあれば、あの、そうだね、またお電話します、うん、ご相談しますので。そう、全然気軽にしていただいていいから。こっちも忙しいけどサポートしていくから、はい、ね、たまの休みでこうやってさ、アメリカで遊んでる中、非常にね煩わしいところもあるんだけど、そこはちゃんとサポートしていくから。あ、はい、すいません。いいね、はい、はい、ビクトリーね、これアメリカでも通用するからね、ビクトリーって僕らやってるからね今ね。ああ、そうですね、ビクトリーはだって英語ですもんね。そう、ビクトリーっていうね、はい、感じでやっていこうよ。はい、じゃあね、シトさんに電話したら大丈夫だと、あと30回負けるまでの間に当たるということでね、バックアップサポートにもなってないでもまあしてもらったんで、勇気づけてもらったんで、こちら134です。木下さんは逃げるで、3号艇の松下選手、地元の松下選手が、中野選手を潰しての遠藤選手の差しということで134という形になってると思うんですけども、まあ、お前なんで戸田かけたみたいな感じになっても、まあ、一回戸田で失敗しちゃってんでね、20何倍っていう一番人気を、だからここはもうかけました、うん、ここに16,400入れてるんで、当たったら爆撃です。さあ行こう。地元パワーで3号艇が中野選手を潰す、遠藤選手もスリット悪くない、いいねいいねいいね、スタート、うん、いいねいいよ。潰せ、うわ、ひねり食わせないな、うわー、きつい、ウリュウ選手、やっぱウリュウ選手うめえな、遠藤選手ダメだ、うわ、16,400円、こんなあっけなく飛ぶ、中野選手もやっぱうめえわな、あ、125とか、あ、まあ、また123じゃねえこれ、無理だね、うん、いや、戸田かけた
俺を憎みたいな、うん、いやこれは、まあ、かけた自分が悪いよね、うん、かけた自分が悪い、うん、ちょっとしつこいと思われるかもしんないけどもう一回人さんに電話しようと思います、うん、もしもし。はい、何？わたるくん、また。どうした？はい、またご相談がありまして。またご相談だと、もう、さっきだよね、もう、本当に電話もあったの。たびたびすみません。実は21回目、16,400 円目なんですけど。うん、さっきの話した。うん、はい。うまくいった？これまた外しちゃいまして。また外したの？はい、ガチガチレース検索やってるじゃないですか。ちょっとそれだけじゃなくて、うん、なんかこう人さんの方でこれがいいよとかってなんかサポートしていただけたりしませんかね、うん、え、僕がレース選ぶってこと？はい、今もう自信ちょっと喪失しちゃって。ちょっと知ったこっちゃないというか、もうこっちもね、今正直言ったらもう、まあ、言い方悪いけど煩わしいというか。わ、煩わしい。え、サポートちょっと今ね、時間的にもちょっと場違いというか。場違い、空気を読んでほしい。こっちも夜だよ今。そんなですね、レースを選べって言われたってこっちだってよくわからないからさ、それで勝手に責任転嫁されても困るから。正直もうね、まあ何度も再三再四言ってるけど、ちょっと控えめに言って煩わしいというところもあるからさ。それ控えめに言ってませんね、もう直接ですね。この辺はね、もういいかな。ちょっと頑張って、なんとかなるから必ずね。え、はい、うまくやってね、はい、え、人さん、サポートは、充実したサポートお願いします。え、人さん、はい、まあ、人さんに電話したらね、まあ、海外にいるということでね、まあまあまあ、それはね、海外にいたらサポートしづらいというか、まあ、向こうはね、そういう時間帯なんでしょうけど、もうちょっとアドバイスくれてもいいかなって思うね。ああ、まあそんなことはもうどうでもいいや。こちら、唐津12レース戦、準優勝戦です。買い目が124です。21,800 円よ。こんなことにかけていいんか、21,800 円。やばい、まあ当たれば戻ってくる、全部。当たってくれば。マジで。ただこういうのがね、4号艇なんよね。下川選手行きそうなんだよな、なんか雰囲気。3号艇が軽いになるのがね、ちょっと若干怪しい。 A 級とかだったら嬉しいんだけど、3号艇が、はあ、それだけが怖い。投資勝率も悪いしね、3号艇だからこその124なんでしょうけど、頼むよ、逃げろ。3号ちゃんと軽いよ、大丈夫そうだ。1大丈夫それ、時間もされない。おい、やめろ、あー、ぐっちゃぐちゃ、はあ、ぐっちゃぐちゃのレース、はあ、なんだ、誰こうが、呼び捨てしちゃったよ、古賀さん、マジ何やろ、出遅れ、あんた A1 じゃん。うわ、しっかり自分はでも2着で優勝、いや、まだかわいい、イライラする、何それ。はい、314、マジか、何負けんの今日。昨日含めてこのセットマジ8万負けてんの。8万、マジか。お電話いただきありがとうございます。大変申し訳ございませんが、ただいま電話に出ることができません。改めてご用の方はお電話の方をお願いいたします。留守電、ちょ、電話出てよ。
もがいてるよ曖昧なり